ちょっと初めての京都の全体決めにスタートしました。さすがに無理だってなって急遽呼ばれて、途中から湘南か大学来てくださいって言われて、さあ5レーンは太田さん、北星学園大学。今年はいやもう多分ない。9月にちょっと落ち着いたら出ようかな、就活も取りたいし、1個内定終わったんですけど、積極的に前に出ております。反対しました。社会人も結局社会人が決めた。自分の遅いだけだバイトも仕事も、ただね、すごいよね。バイトとかやりすぎていいからやばいっすよ。そうですね、今のところよ。失礼いたしました。腰絶景6番、先頭走っておりますのは、広田さん、秋田大学。ヒッチカフェは毎回やってたんですか？そうですね、吉根は毎回やってました。そこに追加。残り1周、700m の通過は61秒。次は30番だったらもう超えたんですけど、130でも超えたらやばいと思う。さすがに超えます。先頭走っておりますのは秋田大学の広田さん。新生記録は2分4秒33となっており、こちら大会記録に勝る新生記録となっております。強制参加ですか？特にボートがそんなにやってないのに強制参加したんですよ。この前出たからね。いや、それは行くしかやった。先頭、ヒロタさんは残り80メートル。ヒロタさんはできる。大丈夫です。じゃあ、これです。やばいところについてこれ見て、よく読んでアントマークになります。イブでしょ？これコピーしたんだ。コピーしてさ、貼り付けたらさ、イブに変わるんだよ。それは膨らさんないの？ビルは膨らさない。どうやって見つかるの？これ、これ、ちょっと待って。
結果を申し上げます。先ほど終了いたしました女子 800m 競走予選第1組の結果、1着広田さん秋田大学時間2分11秒69、2着井上さん札幌大学、